はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの新イベキャラデビューガチャを引いていきたいと思います。ビクターと犬川、猫神の3キャラが登場となってます。でガチャの内容としては、初回10連が SR 以上1枚確定で、2回目の10連が、ビクター、犬川、猫神の3キャラから SR 以上1枚確定で、3回目以降の10連が、まあ、SR の出現率2倍というような形になってますので、まあ、今回は2回引いていきます。まあ、この2回ともね、 SR 以上、必ず1枚出るので、まあ、これも結構いい内容かなと思ってます。でこの、まあ、あの3キャラの中でいくと、自分はね、あのビクターがパワープロアプリの方で相当お世話になりましたね。で当時パワープロアプリは、打撃キャラサイガも、カマカリも両方持ってなかったんで、まあ、ビクター、出てビクター相当使いました。まあ、ビクターのいいところは、まあ、まず固有持ちっていうところと、あとイベントでね、体力の消耗が確かなかったはずです。イベントで体力を消耗しないのでかなり使いやすいですね。でただちょっと金徳が、左キラーなので、まあ、重いっていうのがあるんですけれども、まあ、一応ビクターは、まあ、貴重な対左を、自分で持っているので、まあ、骸骨の、回収もできるので、まあ、経験点的に余裕があったら、まあ、左キラーを取っていってもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、そんな、ビクター推しですけれども、ただね、あのサクスペの方ではあのサイガもカマカリもいるんで、ビクターの出番はどうかなっていうところはちょっとあったりしますね。まあ、今のところだと本当にね、本当の本当に変化球キャラがあのなかなか足りてないんで、まあ、犬川も結構欲しいかなとは思ってます。じゃあちょっ と、ガチャの方に行きましょう。さてさて、これはボックスは整理しなくていいので、プレミアムの10連ですね。じゃあこちらをまずやっていきます。10連、まあ、ここは誰かの SR が出てくると。さて何個、まあ1個だよね。おお、鈴本くん、鈴本くんね、鈴本くんちょっとねイベントがね重いんですよね。金徳がね4回あって、でかつ成功失敗の判定があるんで、ちょっと鈴本はね辛いところがありますね。あれさすがに出現率アップしてるな。猫神くんがめっちゃ出てきてる。犬木の PR があるけど、犬木のね SR だったらかなりいいんですけど、まあ鈴本くん今のところはちょっとどうだろうな、鍛えてまで使ってる余裕はないですね。まあコツがねすんげーいっぱいあって、まあこれもね珍しいクイックのコツとかを持ってたりするんで、まあちゆちゃんとまあ一緒に入れてあげるのもいいかもしれないですね。で鈴本はね、俺は鈴本はねアプリでもお世話になってましたね。アプリのコントロールキャラはまああの鈴本が結構、自分の手札ではいい方だったので、鈴本もまあお世話になった記憶はありますと。まあ、こんな感じで10連はとりあえず終了して、じゃあ次のもう10連ですね、2回目になりますので、まあ、ビクターか犬川か猫神が、まあ、絶対出てくると。では行きましょう。さてポン、もうここら辺の演出は PSR 確定じゃなければどういうのでもいいや。まあ、とりあえず1枚か。さて誰、おお猫神くん、であとの他のやつは、あ犬川がレアで出てきましたね。ビクターの R か、浦賀もね、浦賀もちょっとね SR 欲しいんだけどね、まあそこはいつか出てくることを祈りましょう。で猫神くんは金徳が、2種類から選べるような形になってます。大盤狂わせと、大盤狂わせと高速ベースランだったかな、走るのは。なんかいつもねちょっとね高速ベースランなのか電光石火なのかをねちょっと迷っちゃうんですけど、確か猫神は高速ベースランだったと思います。でまあ猫神に関しては盗塁と走塁確か両方持ってて、で気分屋じゃなくてなんだっけ、なんかそんなのが、最初の
自己紹介イベントでコツレベル5でくれるんですよ。だからそれはもう潰す必要がなくて、あとムードとヘッドスライディングを持ってたはずなんで、その2つさえ潰しちゃえば、走塁系のコツが取りやすくなるっていうところがいいと思います。ちょっとね、走塁キャラも、1人作っておきたいんで、まあ猫神くんですね。まあ例によってね、ただゲドウがね足りてないんで、まあ猫神くんも鍛えるようなことがあれば、まあ走塁キャラで使っていきたいとは思います、というような、感じですね。まあ SR に関しては、まあ鈴本と猫神の、2枚でした。そうですね、そういえばいつもなんか PR チケットとか使ってるんでまあここら辺もちょっとやっていきますか。 SR ガチャチケットも使っちゃおうか、最後に。どうせだから補助券はもう1枚取っておいて、まあ次回のガチャとかに持ち越して、まあちょっとおまけ的な感じでまず R を1枚引いていきますこれはそうか、整理しないとダメだから、すみません、整理してきますと。はい、じゃあボックスをちょっとね、250まで拡張してきましたので、チケットを使っていきましょう。まずは R ガチャチケットですね。これ1枚しかないのか。R ガチャチケットでもね、1回ね、SR が出たことあるんですよ。これめっちゃ普通だな。ポンと。りょうちんか。まあ、りょうちんの R。しかもニューなんだ。持ってなかった。で、チケットで、PR と。7枚ですね。わ、これは普通だな。オール PR ですね。この演出だと。あ、銭形。まあ、ここら辺は完全に上限解放用ですね。まあ、アンヌが、出てるんで、アンヌの SR は持ってるんで、アンヌ何枚目だったかな、PR。ちょっとわかんないですけれども、じゃあ最後にこの SR ガチャチケットを使っていきましょう。さて、誰が出る？ポーンと。キラーン。おー、タデニシですね。まあ新キャラ、結構コントロールキャラが多くなってきたな。タデニシはどういうキャラだったかな、全然覚えてないな。タイピンリリース打球反応か。こいつあれだよね、コントロールだよね。もうコントロールがいいからね。でボーナス的には、あ、やる気効果アップ 100% か。まあ、いわゆるやる気効果アップデッキみたいな。ちょっと名前がわかんないけど。そんなやつですね。やる気効果アップデッキはね、結構使いやすいですね。まずやる気効果アップ 100% が乗って、かつ、タックが80ついてるんで、まあ、若干初期評価が低いっていうのは、あるんですけれども、まあ、初期評価の低さに目をつぶれば、経験点ボーナスもつくので、このテーブルは、かなりいいですね。多分自分の中では一番いいテーブルだと思ってます。まあ、あとこれとね、ホモテが、使いやすいような、テーブルだとは思ってるので、タデニシも、まあ、そう考えると結構いいね。タデニシって金徳何なんだろう、ちょっと分かんないんですけれども、まあ、例によって、鍛えてる余裕はないので、まあ、こいつも結構後の方かなという感じに、なります。というようなところで、今回のガチャは、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。